下絵から起こした型紙で材料の両端に下絵を写し取ります。模様は唐草模様です。最初に弦弄と呼ばれる大きめの金槌と荒彫り用のたたきのみで下書きの線に沿って大まかに彫り落としていきます。香料の荒彫りに使われるのみはおよそ50本。彫りの高低差に合わせてさまざまなのみを使い分けていきます。のみの種類、荒彫りの終わった香料は仕上げ用ののみで細かいところまで丁寧に彫り上げられていきます。さらに小型のカンナで面を整えます。仕上げ彫りの終わった香料には塗料など一切使わず、欅の生地が生かされます。欅は年月が経つと風格のある飴色になり、建物も長持ちするという特徴があります。
欄間彫刻は一枚の厚さの決まった板の中にいかに高低差をつけて立体的に動物や自然を描き出すかが職人の腕の見せ所です。一彫り一彫りのみの種類を使い分けながら、また一本ののみでも巧みにのみの表と裏を使い分けながら彫っていきます。曲がりのみ、背景との重なりのある部分はこののみで書き出すようにして彫り進めます。この材料からして厚みが12センチ、畳1畳の欅を使ってますから、より立体的に見えるために12センチを12センチ以上に見えるように彫るというのがポイントなんですよね。さらに細かいところを200本以上の仕上げ用ののみを使って仕上げていきます。欄間彫刻は下から見上げられるものなので、見上げた時に絵柄が引き立つように見る角度に合わせて作ることが大事だと横谷さんは言います。少しのミスも許されない段階です。